2018年に新人王に輝き、2021年には MVP を受賞した大谷翔平選手。二刀流で異次元の活躍を見せる大谷はアメリカでも大スターとなりました。今ではメジャーリーグの顔となった大谷。でもメジャーデビューする前は本当に活躍できるのかと疑問の声を上げていた人もいたのです。今回は大谷のメジャーデビューに関して否定的な意見を言っていた人を紹介していきます。ダルビッシュ有。ダルビッシュは日本はもちろんメジャーでも素晴らしい活躍を残しています。2020年にはピッチャーとして最高の称号であるサイヤング賞の最終候補に残るなど実績も十分。そんなダルビッシュ、実は大谷が二刀流でメジャーに挑むことについて否定的な意見を述べていたことがあるのです。大谷がまだメジャーに来る前、インタビューに答えたダルビッシュ。大谷のメジャー挑戦について質問された時には、メジャーで二刀流は無理と一刀両断。野球の人気を考えれば面白いし興味があるけど、二刀流は絶対に足を引っ張ることになるとも発言しました。ただこれはあくまで大谷の才能を認めているからこその発言。特にピッチャーとしての才能を高く評価し、ピッチャーならメジャーでもナンバーワンになれると語っています。メジャーで実績を残し、大谷と一緒にトレーニングをしたこともあるダルビッシュの発言はかなり重みのある一言だったと言えるでしょう。大先輩のそんな発言を受けながらも二刀流で MVP に輝いた大谷、プロの目から見ても想像できない活躍だったのかもしれません。二刀流に否定的だったものの、大谷が MVP を受賞した時には称賛のコメントを送っています。ダルビッシュは大谷が日本にいた時からメジャーで待ってるよなどとメッセージをやり取りするなど親交が深い人物。今では二刀流を応援してくれていることでしょう。ジェフ・パッサン。2人目はスポーツ専門メディア ESPN の記者であるジェフ・パッサンです。大谷はメジャーデビュー直前となる2018年のオープン戦で打率1割2分5厘と明らかな不振に陥ります。この成績から大谷はメジャーに対応できないと捉えられ、アメリカでは二刀流の挑戦に否定的な記事が増えていきました。その代表とも言えるのが当時ヤフースポーツの記者だったパッサンです。パッサンはオープン戦の大谷を見て、スイングのバランスや腰の位置に問題があると指摘。さらにはスカウトが大谷は高校生バッターのようなものと話していたとも綴り、ハイレベルなメジャーの地で二刀流は無理だと主張したのです。オープン戦で打率1割2分5厘ともなれば、このような否定的な意見も受け入れざるを得ませんよね。でもそんな逆風を跳ねのけたのが大谷。1年目から二刀流で見事な活躍を見せ、新人王を獲得します。逆風を力に変えて活躍するとはまさにこのことを言うのでしょう。衝撃的なメジャーデビューを飾った大谷によって恥ずかしい思いをしたパッサンでしたが、その後驚きの行動に出ます。なんとパッサンは謝罪記事を書いたのです。背景大谷様、私は間違っておりました。あなたのしていることはまさに特別ですと大谷を手のひら返しで称賛。さらに2021年に大谷が大活躍した際には、最初から知っていたよとツイッターに投稿するなど、今ではすっかり大谷を応援する立場になりました。自らの評価が間違っていたらしっかりと認めて称賛をする、記者として素晴らしい行動だったと言えるでしょう。廣岡達郎。現役時代はジャイアンツで活躍し、監督としてはヤクルトスワローズと西武ライオンズで日本一にも輝いた廣岡。そんな廣岡も大谷のメジャー挑戦に厳しい意見を言っていました。かねてから二刀流に否定的だった廣岡は、大谷がメジャーで結果を残し始めた2018年の4月後半にインタビューに答えます。この時はすでにピッチャーとしては完璧な投球を披露し、バッターでは3試合連続ホームランを放つなど活躍し始めた時期。そんな時でさえ廣岡は大谷が二刀流でメジャーに挑むことに否定的な意見を崩さなかったのです。移動距離が長く試合数も多いメジャーではシーズンを通して活躍できないと主張。またバッターでは厳しい内角攻めを受けて怪我を負う可能性も指摘しました。さらにはせっかく日本球界に入ったなら10年はプレーをすべきとも語り、メジャーでやりたいなら高校卒業から行くべきだったとも語ったのです。もちろんこのような廣岡の発言は大谷の能力を認めているからこそ、野球の才能はもちろん恵まれた体格と綺麗なルックスからスター性も抜群だと語っていて、二刀流だと中途半端に終わってしまうことを危惧しての意見でした。
このように二刀流を強く否定してきた廣岡でしたが、2021年の MVP 獲得はさすがに想像以上だったのか、最近では否定的な意見も少なくなっています。デイン・ペリー、かつてパドレスの特別コンサルタントを務めた経験もある野球ジャーナリストのデイン・ペリー、彼も大谷の二刀流には否定的でした。ダルビッシュやパッサン記者、廣岡はピッチャーに専念すべきとの意見でしたが、ペリーはバッターとしての大谷を高く評価し、大谷の圧倒的なパワーと正確なストライクゾーンの把握は彼が打者として未だ天井知らずであると私は思うと主張。また剛速球を投げれる肩の強さから外野手の素質も素晴らしいと語っています。そしてピッチャーとの両立は体の負担が大きいとの考えからバッターに絞るべきだと主張したのです。でもその後の大谷はピッチャーとしても大活躍。ペリーもピッチャー大谷の実力を無視することができなくなりました。そして2021年にアメリカの CBS スポーツが企画した次にノーヒッターを達成するのは誰かと題した企画では、大谷に投票。剛速球のストレートに加えてスプリットとスライダーの2つの変化球もメジャー屈指の勝負球だと語り、ピッチャー大谷の実力も高く評価するようになっています。清原和博、球界番長こと清原は大谷が日本時代から二刀流に反対していた人物。特にプロ入り間もない時にはかなり厳しい意見を述べていました。テレビ番組に出演した際にはピッチャーにしてもバッターにしても対戦する相手が頭に来ると思うと発言し、プロ野球を舐めているといった言葉も。厳しいプロの世界を知っているからこそピッチャーとバッターどちらも一流であり続けることは難しいと考えたのでしょう。でもその後の清原は事件を起こして世間からバッシングを受けることに。世の中を舐めるなといった声も届くなど、自分の言葉がブーメランとして返ってくることになりました。最近の清原はメディアへの出演も増加。 MVP を獲得した大谷に対しては、あんな飛距離を出すバッターは日本人で見たことがない、メジャーでパワーでねじ伏せる、それでまた速い、大谷はスーパーマンですとも語っています。否定的だった番長清原を実力で認めさせた大谷、もう誰も文句が言えない選手になったと言えるでしょう。今回は大谷のメジャー挑戦に否定的だった人を紹介してきました。二刀流に否定的な人はいましたが、どれもピッチャーとバッターそれぞれの実力を評価していたからこその主張でしたね。そしてそのような懐疑的な意見も結果でねじ伏せた大谷、今年はどんな活躍を見せるのか楽しみにしましょう。大谷のメジャー挑戦に関するエピソードを知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。